今宵安らかには、アンドリュー・ロイド・ウェバー作曲のミュージカル、ジーザス・クライスト・スーパースターのナンバーであるイエスに、紅葉を塗るマリアこの曲は、マリアがイエスに紅葉を注ぐ聖書の話を元にしている。この曲は、民衆の期待に応え続けるジーザスを優しく包み込み、イエス・マリアと、ジーザスとのすれ違いが深まるユダの様子を表している。 ジーザスに純粋で献身的な愛を注ぐマグダラのマリアはジーザスに香油を塗り体を清め何も思い悩むことはありません。今宵は何もかも忘れて安らかにお休みくださいと優しく歌う。しかし当時は香油は非常に高価でその価値はおよそ300でなり当時の労働者の1日分の給料は1でなりと言われていたため 労働者の300日分の給料に相当する。ジーザスの弟子の一人、イスカリテオのユダは、高価な交友を惜しみなく使うマリアに、なぜ、この交友を300デナルで売って、貧しい人々に施さなかったのかと責める。それだけの交友があれば、多くの貧しい者を救えるはずだと咎めるが、ジーザスはいつの世も貧しさに苦しむ者は、多くいる。彼らをべて救えると思うのか 私が共にいるうちに考えて行動するのだ。私がいなくなった後、お前たちは途方に暮れることになると答えた。今の自分の恵みを無駄にしてはいけない。私がいつまでも共にいると思ってはいけないのだと。今宵安らかにはマリアのメイン曲であり、他にがある。ありがとうございます。